キャネットどうも、バンバイアーツトークのお時間です。このチャンネルは X ジャパンやルナシー、ラルク・アンシエルといった日本のレジェンド的なロックバンドについてあれやこれや言う YouTube ラジオです。YouTube ラジオということで音声が中心ですので、作業中の BGM 代わりに聞いていただければと思います。本日2023年11月の27日なんですけれども、今日はですね、ザ・ラストロックスターズのマスタリーについてですね、マスターリーなのかマスタリーなのかちょっと怪しいですけど、こちらの楽曲についてですね、解説したいなと思います。各メンバー一人一人のですね、プレイの見どころだったりとか、あとは原曲であります杉蔵さんのですね、メシアですね、メサイアなのかメシアなのか、まあ、こちらとの相違点や同じところなども解説していきたいなと思います。先日の、ラストロックスターズのライブで、新しく発売されますゲームソフト鉄拳8かな、鉄拳私も1とかはやってましたけどね、もう8なんだとか思いましたけど、それとの、まあ、タイアップが発表になりまして、がぜん注目を浴びております。まだ正式な配信っていうのはされてないので、私もその現場でね、現地でね、録音された上がってるアップされてる音声を動画を見て、聞いてますので、ちょっと不十分なところもあるとは思うんですけども、まあ、その点はまた、正式にリリースされて配信されたりした時のお楽しみということで、聞いていただければと思います。まあ、聞いたことない、まだそうですね、杉蔵のメシアをですね、杉蔵さんのメシアをまだ聞いてないよという方は聞いてもらえるといいんですけども、まあ一聴して分かるようにですね、結構同じところもあるんですが、あれこんなとこないよねっていうところもありまして、まあ一番やっぱり最初に耳につくのは、杉蔵さんの楽曲の方ではですね、メシアの方では、当然っちゃ当然なんですけど、ハイドさんのメロディーだったりとか、あとみやびさんのあのアジテーターのようなシャウトですよね、ああいったパートっていうのはもう全然ないので、まあ、気づかない人はもう全然その違う曲だというふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかなとは思いました。ですね、その辺についてちょっと詳しく言っていきたいんですが、まあ、まずはですね、ザ・ラストロックスターズ、これまでにその配信された楽曲っていうのが、今は、まあ、第1曲目がラストロックスターズで、まあ、通称ビギディンですよね。ビギディンは YOSHIKI さんが作曲されて、まあ、ラストロックスターズの最初のね、名刺代わりとしてやっぱ YOSHIKI さんがまず最初にリリースして、 YOSHIKI さんの曲をね、でその次にサイコラブが、これはハイドさん作曲ですよね。サイコラブが配信されて、セカンドツアーのタイトルもサイコラブでしたよね。そして今回、鉄拳3のタイアップソングとしておそらく配信されるであろう、正式音源がね、配信されるであろう3曲目が、杉蔵さん作曲のマスタリーなんですよね。こんな感じでそのリリースされるたびに違う原曲者、違う作曲者の楽曲が披露されるっていうのは、やっぱりこのスーパーバンドならではだなと思うわけですね。これで次の曲がまた、その次配信される曲がみやびさんの曲だったりしたら最高ですよね。先日の3日間でもみやびさんが作られた楽曲が新曲として披露されてましたよね。なのであの曲とかが配信されたってなったら、もうほんとね、4曲配信されて4曲とも原曲者が違うって、私こういうの大好きなんですよね。ルナシーとかもそうじゃないですか。全員がシングルになるような楽曲作れるっていうね。なのでこれはちょっと私的には結構テンション上がるんですよね、この並びはね。ではメシアとまずマスタリーの、まあ同じところですね。キーは一緒なんですよ。 D マイナーのキーですから、一見して本当聞いた感じだとですね、曲調、まあ、曲のそのキーですね、一緒なので、まあ、そのまま杉蔵さんのメシアに、ハイドさんのメロディー乗せるってこともできますし、あとテンポも大まか一緒ですね。ですね、音源の方で聞き比べるとまた違うかもしれませんけど、また大体一緒ですよ。あとメインとなるリフですね、じゃあつくつくじゃあつくつくじゃあみたいなね、あの辺も一緒ですわ。まあ、ちょっとラストロックスターズの方がごちゃごちゃしておる音源なんであんま聞き取れないところもあるんですけど、まあ、大体一緒かなと。あとフックになる箇所があるんですけれども、あそこのコード進行ですね、
ラストロックスターズでいうと、激しいそのあのディストーションの刻みが抜けて、ニャン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 ってハイド節炸裂する、メロディーが出てくるサビみたいなとこあると思うんですけど、あれ杉蔵さんのメシアではですね結構さらっと出てくるんですよね。多分楽曲5分ぐらいある中の1箇所ぐらいしか出てこないと思うんですけど、なのでその4小節とか8小節しか出てこない、さらっと出てくるんですが、ただコード進行はだいたい一緒なんですよね。B フラットメジャー7から、D マイナー7 A マイナー7、これの繰り返しだと思うんですけども、だからここを本当サビに持ってきたラストロックスターズバージョンってセンスいいなと思うんですけどね。まあその辺もまた後ほどお話したいと思います。あとトランシーな四つ打ちのビートですね。ドンツク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 っていう、まあ杉蔵さんといえばトランスビートですけれども、あの辺も、まあ、同じところっちゃ同じところですね。ただ打ち込みのビートの上にね YOSHIKI さんの生ドラムが乗っかってるんで、またちょっと違ったグルーヴ感になってるなと思うんですけどね。じゃあ違うところ、まあ、違うところはもう本当上げ出すとキリがないんですけども、まあ、一番最初に気づくであろう、さっきもちょっと言いましたけれども、ハイドさんの歌メロとミヤビさんのシャウトですよね。杉蔵さんのメシアの方はもう完全にインストで、たまにまあ杉蔵さんがちょっとラップというか語りっぽいポエトリーリーディングみたいなのが入りますけれども、まあ、基本はインストですが、ラストロックスターズの方は、ハイドさんの A メロとサビと、みやびさんのまあ A ダッシュですかね。まあ、ハイドさんの A メロの後に出てきたり、もしくは、みやびさんのその A ダッシュのメロディーの後に、ハイドさんの A メロになったりっていう風になって、まあ、ちょっとツインボーカルっぽい様相を呈してまして、まあ、そこもまたちょっとかっこいいバンドっぽいなっていうところなんですよね。あとは各楽器体のアレンジとかも違いまして、その辺は後ほど各メンバーのプレイの見どころのところ、聞きどころのところでお話したいなと思います。あと結構シンセサイザーがですね、まぶしてありまして、この辺のアレンジって杉蔵さんがしてるのか YOSHIKI さんがされてるのか、それとも第三のアレンジャーの方がやってるのか、めっちゃ気になりますけどね。センスいいなと思います。サイコラブとかも結構シンセが印象的じゃないですか。まあ、デジタルロックな印象はやっぱりこの結構シンセのアレンジがになってる部分が大きいと思うんですよね。ラストロックスターズギターが2人いるにもかかわらず結構シンセが目立つんですよね。いい意味でですけど。あともちろん曲の構成はもうガラッと変わりました。さっきもちょっと言いましたコード進行が変わるこのフックになる部分っていうのが、ラストロックスターズバージョンではまあサビのような扱いになってまして、結構頻繁に出てくるようになったと思うんですよね。あとドラマチックなコード進行と書きましたけれども、杉蔵さんバージョン、杉蔵さんバージョンのメシアの方は結構 D マイナー引っ張ってずっとじゃあつくつくじゃあつくつくっていう感じですけど、ラストロックスターズの方のマスタリーは、頻繁にねコード進行が動きますんで、まあ、ドラマチックだなという印象ですね。最初のジャーじゃーじゃーっていうところからも、まあ、D マイナー7から入って、G マイナー A マイナーっていってまた D マイナーに戻ってですから、最初からこう進行がね循環コードが結構使われるっていうのがまあ分かるんで、まあ、ドラマチックな印象を与えると思うんですよね。あとこれ1月のラストロックスターズのライブの時あったかなって感じなんですけど、そのニュマニャ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 の間と間の後半のサビの間と間の I make you fly、time after time みたいなところがあると思うんですけども、ちょっと音程やってたかな、ちょっとうろ覚えになっちゃいましたけども、time after time みたいなところあったと思うんですけど、あそこのパートってもともと1月のバージョンだとなかった気がするんですよね。はい、あそこなんかまあまだ、もうちょっと練りそうな気がしますけどもね、後半のサビがずっと続くので一旦ちょっとこうドロップというか落ちる感じというかですね、まあ第三のメロディーですかを出してきたんだと思うんですけどね、あそこもうちょっとなんか練れそうな気はしますけどね。はい、で作曲者杉蔵だというふうに言われてますけれども、これどこまでを作曲者とするかっていう問題があるなと思うんですけどね、インストのトラックっていうのはもちろん杉蔵さんが作ってらっしゃるんですが、まあ、その上から多分ハイドさんやみやびさんのパートをおのおのが作ってきてるんだと思うんですよね。あのメロディーはもう明らかにニャ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 のメロディーはもうハイドさんのメロディーですから、あのファルセットを交えたツヤっぽいメロディーですよね。あれは杉蔵さん書いてないと思うんですけども、
こういう手法って結構ありまして、まあ、インストのトラック、コード進行や曲の展開だけ、作曲者が作って、で、そこにボーカリストが歌メロをつけて、作曲とするっていうのは結構バンドあるあるなんですよね。初期のルナシーだったり、あと初期のラルク・アンシエルだったりもこの方法で、作曲してますわ。作曲者 J ってなってても歌メロは龍一さんが作ってるとかですね。ラルクも、トゥルーぐらいまではそのやり方だったっていう話ですよね。なのでヘブンリーぐらいか、ケンちゃん作曲ってなっててもハイドさんが歌メロ作ってるとかですか。でこれやっぱ負担が大きいし、あとは作曲者もね、だんだん自我が芽生えてきて自分が作ったメロディー歌ってほしいみたいになってくるから、やっぱりあの中期以降はあの各作曲者が自分の作ったメロディーをボーカリストに歌ってもらうっていう風になっていきますけども、結構最初の頃はですね、私もあの高校ぐらいの時にバンド組んでた時はこの作曲方法でしたね。インストのトラックだけ作って、ボーカリストがメロディー作ると。なので今回のこのマスタリーの作曲方法っていうのは、まあ、ある意味バンドの原点に戻ったとも言えるなというふうに思うわけですね。で久しぶりに多分こういう化学反応があって、おそらく、まあ、杉蔵さんもハイドさんもみやびさんももちろん吉木さんも結構テンション上がったんじゃないかなとか想像しちゃうんですよね、バンドマンとしては。なので黒い目の場合はですね、清春さんが、作詞作曲の他にですね、作詞旋律みたいな確か名義があったと思うんですよね。黒い目の場合もメロディーは全部清原さんが作ってたんで、メロディー作ってるの俺なのに作曲者別っていうのはちょっと納得いかないみたいな感じで、詞旋律っていう名義があったんじゃないかなと思うんですけどね。はい、覚えてらっしゃる方いたらまた教えてほしいなと思います。ではここからは各メンバーの、聞きどころをお話ししていきたいと思うんですが、まずハイドさんですね。まあ、なんといってもやっぱあの何度かあの出てきてますけども、サビのあの艶っぽいメロディーですよね。なんというかセクシーというかファルセットのいいところを使ってますよね。ハイド節炸裂だなと思います。あそこのメロディーがすごいやっぱり耳に残るんでキャッチーさがあってね、タイアップにも耐えられるようなキャッチーさっていうのはこのハイドさんのメロディーが担ってる部分で大きいなと思うんですよね。で A メロは結構その、まあ、メロディアスではない、ちょっとこうなんていうんですかね、まあ、ラップとは言いませんけれども、まあ単調なメロディーでね、でがなるようなディストーションの効いたような、メロディーで、そのサビのメロディーとの対比がうまいなとやっぱ思いますね。あとは途中の決めでね、ジャーンっていうところで YOSHIKI さんと一緒にジャーンっていうところでこうシンバルを叩くっていうパフォーマンスも定番化してるんで、ライブでもやっぱ盛り上がりますよね、あそこね。で次は作曲者である杉蔵さんですけども、まあなんといってもこのサビのねミーファードーのあのメロディーですよね。まあ杉蔵さんといって言ったらシードソーなんですけども、まあ、この曲の中ではですね、キー的にミーファードーなんですけど、あれがやっぱいいっすよね。あれをもうやられると、ああ、杉蔵さんだなっていうね、杉蔵さん印、杉蔵さん節全開ですよね。で他のパートはあんまり正直ちょっと聞こえないんで、ぐっちゃぐっちゃしてるんでね、ライブの音源ですと、正式リリースの音源がすごい楽しみだなと思います。で宮城さんなんですけど、一方宮城さんは結構いろんなことしてまして、一番やっぱり印象残るプレイとしてはやっぱサビの透明感のあるアコギもそうですし、あとアウトロでテラリテラリテテテラリテラリテラリリみたいな感じの新しいメロディーを入れてたと思うんですよね。テロリテロリテテテレテレみたいなメロディーなんですけど、杉蔵さんがさっき言ったミーファードっていうメロディー弾いて伸ばしてる後ろでテラリテラリテテみたいなその細かいあの動きのメロディーを入れてまして、あまた一展開あるなっていう感じで面白かったですね。これ1月のライブでは多分なかったと思うんで、新しいメロディーを追加したんじゃないかなと思うんですよね。
あとハモリもされてますね。ダチャチャチャララっていうところあると思うんですけど、あそこのハモリを、ハイドさんに対して入れてらっしゃるんで、ハモってもいるし、その、シャウトみたいなとこもあるし、アジテーターみたいなところあると思うんですけど、だから結構縦横無尽にですね、楽器から歌からあのハモリからめちゃくちゃ雅さんが貢献してるなと思うわけですね。で最後ヨシキさんですね。ヨシキさんは一方この曲だとそんなにこう目立った印象ないんじゃないかなと思うんですよね。重厚感のある16ビートで、普段のその X とかでのプレイは結構走り気味ですけども、この曲はむしろですね、ちょっと重心後ろ気味にグルービーな感じに私には結構聞こえていいなと思うんですよね。かと思いきやサビのハーフテンポ、チキ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 ダンチキ、まあチッチッチッチダンチッ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 チダンチッチッチって3拍目にあのスネアが来る、もうお家芸ですよね。でもまあよし、あの X ジャパンでのプレイほどドラマチックじゃない、ちょっと控えめなプレイに徹してらっしゃってて、なんかこの曲はですね、ほんとフロントの3人の方がこう表に出て、よしきさんは結構後ろで、まあ、ビートを刻む方に、集中してるっていう印象で、まあ、その、まあ、なんだろうな、あんまりYOSHIKIさんが出てこない感じがいいなってちょっと思っちゃうんですけどね。まあと思ってたんですけど、今回のライブでアウトロにYOSHIKIさんのピアノのパートが追加されて、まあ、その辺はやっぱりしっかりYOSHIKI印入れてくるなって思いましたけどね。もうただじゃ俺の曲は終わらねえぞと、俺のバンドはただじゃ終わんねえぞっていうかね、ちゃんとよしきさん節を入れてきたなという印象で、まあそれはそれでいいなと思うんですけどね。あのプレイがあるからなんかこう、曲のクオリティが上がるのかなと思いました。ということでまとめとしましては、もうまさに本当この4人、誰がかけても成立しない、このメンバーじゃないとできなかった名曲だと思うんですよね。ラストロックスターズのラストロックスターズ、まあ通称ビギリンとか、あとはサイコラブの方は、まあ結構その楽器隊いなくてもいいんじゃねみたいなところあったと思うんですよね。もしくは楽器隊も本当にあの人たちが弾いてるのかなみたいな感じがあったと思うんですけど、マスタリーはイントネーションがもう全然はっきりしないですけど、マスタリーはやっとなんかこの4人の化学変化が曲に出てきたっていう感じがしてですね、私すごい好きなんですよね。で格闘ゲームの、あのスピーディーな感じ、タイアップにもすごいぴったりだと思いますし、まあ元々は杉蔵さんのメシアっていう楽曲ありましたけれども、ここまで来るともうカバーっていうよりはやっぱりもう別の曲ですから、まあ、タイトル変えられたのも良かったと思うんですよね。はい、まあ、今後も本当こうやってオリジナル曲をバンバン増やしてほしいなと思うんですよね。そのまあハニーだったりグラマラススカイだったり、ボーントゥービーフリーだったり、もちろん聴けて嬉しいっていう人の気持ちもわかるんですけども、私はやっぱりラストロックスターズのオリジナル曲が聴きたいなと思ってるタイプなので、今後もバンバンオリジナル曲増やしてほしいなと思いました。最後になりましたけれども、私過去にもですね、まあ、それこそサイコラブについて語ったりとか、ベニースダースキン、聴き比べとかですね、あとはハレルヤについて考察したりとか、まあ、ビギリンですね、ビギリンについても楽曲の解説とかもしてますので、もし興味がありましたらですね、聞いていただけると嬉しいなと思います。やっぱりバンドですから、まあ、キャラクターももちろん魅力的ですけども、まあ楽曲アーティストなんでね、音楽についていやいや言うてなんぼかなというところがありますから、ぜひぜひ楽曲のこういう考察解説系の動画も、見ていただけてコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。